ラグビー最空の挨拶でおなじみのノッコン寺田さん、今回はブレイキングダウンでも注目を集めているノッコン寺田さんについてお話ししていこうと思います。ノッコン寺田さんは1984年に大阪府で生まれました。ノッコン寺田さんの本名は寺田浩二さんだそうです。高校は石川県の郷の川高等学校、現岩見治水館高等学校に通われていました。高校ではラグビー部に入部、郷の川高等学校はラグビーの強豪校として知られる学校だそうです。その後は奈良県の手塚山大学へ進学し、人文科学部英語文化学科を専攻、そして大学でもラグビーを続け、キャプテンを務めたそうです。ラグビーに精を注いでいたノッコン寺田さんですが、実は大学4年生の時に逮捕されています。ノッコン寺田さんが手塚山大学4年の時に同級生を殴ったとして逮捕されたことがあるようです。大学内で同大4年の男子学生23歳に対し、何見てんねんなどと因縁をつけて顔を殴打、鼻などの骨を折る約3ヶ月の重傷を負わせた疑いがかけられました。ノッコン寺田さんは容疑を認めるも、相手が先に手を出したとも話しており、事件発覚後は約2週間自宅謹慎していたそうです。ノッコン寺田さんは上記により逮捕されてしまいますが、その後の裁判で正当防衛が認められ不起訴となります。そんなノッコン寺田さんは大学を卒業後はプロラグビーチームに所属し、日本代表にも選ばれます。ノッコン寺田さんは大学を卒業後はトップリーグのラグビーチーム近鉄ライナーズへと所属、そして私生活では近畿日本鉄道へ就職。そのため午前中は大阪府の大阪阿部野橋駅で駅係員として働き、午後からラグビーの練習をしていたそうです。仕事をしながらラグビーを頑張っていたノッコン寺田さんですが、2013年2月7日にプロのラグビー選手としては引退をしました。ちなみにノッコン寺田さんが現役を引退したのは2013年で28歳の時でした。その後ノッコン寺田さんは2021年4月からラグビーを盛り上げるべく YouTube 活動をスタートさせます。ちなみにノッコンという名前の由来はラグビーの反則のノックオンを短く発音した言葉になります。ノックオンを英語ネイティブっぽく発音するとノッコンに聞こえることからつけたそうです。ノックオンとはラグビーボールを前に落とす行為で、ラグビーでは最も代表的な反則の一つです。そして現在では YouTube 以外にもサプリメントの製薬メーカーオリンプジャパンのアンバサダーにも就任、さらにはアパレルブランドのノックオンを展開し幅広く活動をしています。そんなやり手な一面を持つノッコン寺田さんですが、実は奥さんがかなり美人、 YouTube の視聴者の方からも奥さん美人すぎ、可愛いなどのコメントが多く寄せられています。そんなノッコン寺田さんの奥さんは動画の出演以外にもカメラマンなども担当しているそうで、公私ともども支えられているということがわかります。さらにノッコン寺田さんは奥さんとの間に6人のお子さんを授かっており、長男の大和くんはキックボクシングをしており、 SNS などでは息子さんの応援に行く様子などがアップされています。そしてなんと驚くことに4歳と6歳が両方双子だそうで、まさにビッグダディですね。そんなビッグダディノッコン寺田さんは朝倉未来さんがプロデュースする格闘技イベントブレイキングダウン7のオーディションに出場することに。ヘビー級で登場したノッコン寺田さんは入場すると、ミクルちゃんやっと会えたね、会いたかったよ、ずっと会いたかった、それだけでええわと言って着席。ノッコン寺田さんは2021年11月に行われたアベマ企画の朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円に応募して落選したことを根に持っており、朝倉未来はノッコン寺田を避けたなどと言われていました。自己 PR では安保ルキアをボコボコにしたノッコン寺田や、今日も誰か行ってまうかもしれんけどとアピールします。しかしその後オーディションに元 K-1 ワールドグランプリスーパーライト級王者のアンポールキア選手がブレイキングダウン7のオーディション会場に突如登場すると、ひな壇に座っていたノッコン寺田さんに向かって、俺のことボーボーにしたってほんまに思ってる？と質問すると、ノッコン寺田さんはうんとうなずきます。アンポールキア選手は2分1ラウンドで、2ラウンド目に俺がやろうって言ったら逃げたじゃないですかと過去のスパーリングの因縁を持ち出します。そして今から無制限ラウンドでやりますかとその場でスパーリングを要求すると、ノッコン寺田さんはん？やらへん俺、浜田さんと試合せなあかんからと拒否。そして安保ルキア選手がだったら人の名前使って相撲を取るのをやめてもらえますかとクレームをつけます。ボコボコにしたとか二度と言うなよと釘を刺し会場を去りました。なぜノッコン寺田さんがボコボコにしたなどと発言したのかというと、2022年1月に安保ルキア選手の YouTube チャンネルで2人は1分間のキックルールでスパーリングをしており、ノッコン寺田さんが体を生かして突進し、安保ルキア選手が壁や鏡に頭を強打するシーンがあり、それをノッコン寺田さんがボコボコにしたと思い込んでいたようです。その動画で安保ルキア選手がもう1ラウンドあったら勝てたけどなぁと言うと、ノッコン寺田さんはもう絶対行きたないわ、強すぎるやろ、ほんま強かったとスパーリングを拒否しています。オーディション後、ノッコン寺田さんは自身の YouTube 動画内でアピールするために安保ルキアをボコボコにしたと言うてしまったと説明。そしてあんなところにルー君おると思わんかったから好き勝手言うてもうたんや、
ほんならルー君出てきて、俺見た瞬間ビクってしてもうた。怖い顔して友達は思っとったけどな。ああもう思い出すだけで怖いがなと嘆いていました。安保ルキア選手との言い合い後には、ミクルちゃんこの中で一番実績あるの天田ちゃんやけどやらしてくれへんかなと、元 K1 選手で2004年チャンピオンの天田博美さんとの対戦を要求します。さらにマーク・ハントともやってるし、ジェロムネ・バンナともやってるし、俺もともとボブ・サップとやりたかったから、どうかな、ヒロミちゃん。レジェンド潰しやったんで、と呼びかけます。天田博美さんは、俺は誰でも大丈夫、と応じ試合が決定。2023年2月19日に開催された、ブレイキングダウン第7回で、天田博美さんと戦い、開始10秒でノッコン寺田さんの強烈なパンチが入り、天田博美さんからダウンを奪います。その後も圧力をかけて前に出て攻撃するノッコン寺田さん。再びパンチが炸裂して、天田さんは被弾してダウン。結果はノッコン寺田さんの圧倒的な勝利でした。元 K1 選手を相手に見事判定勝ちを収め、ブレイキングダウンで注目を集めたノッコン寺田さんは、ブレイキングダウン8にも参戦することに。ブレイキングダウン8では韓国勢と日本勢との対抗戦が目玉企画となっており、オーディションに出場予定の韓国勢が登場。韓国の元極道選手キム・ジェグンさんは対戦相手としてノッコン寺田さんが指名され、弱そうですよね、一発で KO、 あいつだけ倒れますよなどと挑発されてしまいます。その流れもあり、二人の試合が決定。前日会見では、ノッコン寺田さんが、対戦相手の韓国の元極道選手、キム・ジェフンさんを煽り、ノッコン寺田さんは登場から握手の振りをして、オラと、キム・ジェフンさんにいきなり前蹴りをかまします。そして、騙されたんか、この豚。友達でも作りに来てんのか、豚キムチコラと挑発すると、キム・ジェフンさんが大激怒、大乱闘が繰り広げられました。キム・ジェフンさんは最後は息を切らしながら、礼儀がない、マジで殺すよと言い残し、会場を去っていきました。この様子に SNS では、ノッコンやりすぎやろ、キム・ジェフン勝ってくれ、相手選手かわいそう、気の毒すぎる、ノッコン寺田は見てて本当に不愉快との声が上がりました。そんな因縁ができた2人でしたが、試合はというと、キム・ジェフンさんがテクニックを見せ、鋭いコンビネーションなどでノッコン寺田さんをボコボコにし、判定5対0で圧勝しました。試合後にはノッコン寺田さんは謝罪をし和解。大会から一夜明けて撮られた動画では、一緒に韓国料理屋で豚キムチを食べながら仲良く大会を振り返っており、再会するなり二人は睨み合うのかと思えば、キャイーンと息の合った姿を見せました。ノッコン寺田さんの度重なる悪態を振り返り、キム・ジェフンさんは正直イライラマックスだった。水、ガムを投げつける、握手しようとして前蹴り、と呆れ顔をしており、イライラした悪態ランキングでは、1位騙し打ち、2位水、3位ガム、と順位付けをしていました。記者会見で怒りのあまり途中退席した際には、何か持っていこうかと思ったと裏で武器を探していたことを明かし、その後仲間とタバコを吸いながら、手が震えながらタバコを吸っていた。泣いたんですよ正直。裏で涙出してこいつどうしてやろうかと思っていたと告白した。ただその一方で、でもノッコンさんがいたから自分があると大きな話題を呼んだことに感謝していました。迫力のある試合を見せてくれたノッコン寺田さん、さんま御殿にも出演したりと、まさにブレイキングダウンドリームを掴んで勢いがあります。今後もブレイキングダウンでの活躍に大注目ですね。他にも伝説を残した選手たちを紹介していきますので、チャンネル登録とリクエストがあればぜひコメント欄で教えてください。それでは次回の動画もよろしくお願いいたします。